今週も始まりましたプリマダンナのオンストプリマダンナの河野です。野村です。この放送はナンバーグランド花月1階イエスシアターサテライトスタジオから2時間の公開生放送でお送りします。頑張ってきた甲斐があったな河野。どうした男性ファンが急に増えたぞこれは僕たちのファンの方なんでしょうか。男性ファンが今日男性の方がねブース前にたくさんいらっしゃいますけども、これは我々を見に来たでよろしいですか。やっぱね劇場やとね、はい、若手の劇場やと女性ファンが多いんですよ。おそうや女子中高生とか、まあ、劇場はね僕らまあまあ女子中高生にキャーキャー言われる時代も経て、今男がある、はい、これは嬉しい。そういうことですか。しかもカメラまでね撮っていただいて。そんなことないよ僕らはそういう人気が出てきたんですか。いやそっちかよ、ね、芸人冥利に尽きるというか、なんか女性ファンが当たり前の中、はい、男性に人気が出てきたと撮るか、この後出てくるアイドルを見に来たと、それやそれや、どっちかよそれですよ。この後アイドルの方来ますからね、そのためにいっぱいでたくさん来られてて、素晴らしいよね。その、お笑いのファンの女の子よりも、なんだろうこの男性ファン、アイドルの方とお仕事一緒にさせてもらうと、アイドルのことを追っかけられてるね、男性ファンの方の子と面と向かうと、キラキラしてるな。いやそうですね、パワーがありますよね。その辺の、俺らよどんでるなと思う。そんなことはないよな。めっちゃピュアな顔してはるやんか。まあそうだね。いやそれ嬉しいことや。だってな、そのほんまにゲストに来られるために今日見に来てるってことやからね。いや俺もだからなんかこれすごい探した方がええんかな、アイドルグッと来る。あ、なるほどね。あ、追っかける側として。ただ年若いやん今みんな。もう10代が当たり前になってる、そうやな。28になったんですよ多分。はいはいはい。ちょっとな、さすがに俺10代の子を、俺の主観やで、あの追っかけるって、やっぱちょっとね妹っぽすぎて。いやでもそんなことないんちゃう。でもアイドルの方だったら32、3のアイドルおらんかな。年上いく年上のアイドル、年誰よそれ誰のことを言うてんの分からんけど、とかおったらモームスの方とかちゃう。だから抜けはった方とか、もう今は何抜けはった方もう今もうぐらいちゃうの。消息もつかまれへん人ばっかナッチとかちゃう。ナッチとかナッチ結婚したんやだって。そうやね、結婚したけどもそれぐらいの応援するとなったらな。確かにな。いやこれ嬉しいことですよ、こんな来てくれて、これをきっかけでね僕らのことも知ってもらえるチャンスになるしな。いやでもね、それになかなかつながんないんですよね。っていうのがそうアイドルの方来られた時にね、僕らこうやって隣座らしてもらって、まあね、喋るんですけど、そうですよ、まあ、基本だからまあ、セクハラしますわな。いやあかんで、あかんで、セクハラねえ、ダメですよね、ねえ、ほら怒ってあるやろ、それあかんよ、ブーってされてるから。ほんますか。ねえ、セクハラしてもいいよって方います。そんなおるわけないやつ。ほらね、それダメですよね。ほらダメ、それはそうや。ただね、僕野村と言いましてね、野村の方がね、まあ触ります。ダメですよ、ベタベタ触りに。ダメですよ、その場合あのブース出た瞬間に襲っていいので、皆さんね、何かあった場合は刺されるやろ。ダメですから、それはやめてください。まあでもだいぶ僕らね、おっさんになってきまして。そうよ、もう28になったからね。選手こういうも誕生日祝いましたけども、そう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 、まあ、だからなんかこう、ね、誕生日迎えて、はいはい、30も目前になってきたし、若返ろうと思って、昔やってた長い髪型に戻そうと思ったら、まあ非難合合やな。どうしたんその髪って。伸ばすんや。いや、長っ。そんな胸の下まで行く？あゆぐらいには。いやあかんって、若くないってそれ別に。短くするぐらいやってたけどな昔、浜崎あゆみさんが。お前もでも髪型なんか、そうやな、そうなんかどんな風に。でもな、ちょっと最近のっぽさを取り入れてる感じやねん。ああそう、うん、なんか今こういうね前髪重めの、うん、なんていうのかな、なんてこういう、なんていう髪型やったかな。俺も聞いて、美容院で聞いてんけど、なんかあんねん、忘れたわちょっと。ほんでまぁちょっと2ブロックっぽくして、後ろちょっと軽く刈ってね、軽いマッシュみたいな。そうそう、なんかそんな感じ。なんか韓流の人とかが多分最初やり始めて、今ちょっと若いコーラはこんな髪型流行ってますよって言われたからやってんねんけど。俺も前髪重めやで、それで言ったら。重めというか長いよね、結構結構長めやな。だって目の下までいってるもん。重めやで、長いよ、重すぎるわそれは。恋愛も重めやで。いややって。いや知らんわお前の恋愛感は。長いはちょっと確かに目にかかるのは。いや切りたいねん。鬱陶しくない？鬱陶、目に入んの鬱陶しいのよな。いや切りたいねん、切りたいねんけど、なんかタイミングが、予約が取られへんって。同じとこ行ってるから、ね、ああ、で同じ人に切ってもらうと。そうか、そうそうそう、なかなかな、空いてないと。それは言われるんだよ、今伸ばしてたら。ほんまにでも俺は自分の写真をさ、それこそ
単独ライブを毎月やってて、うん、劇場でなんかね単独ライブやると缶バッジを作るんですよ。はいはいはい。昨日、うん、そのデザインの打ち合わせがあって、うん、5月の単独の部分をね、ちょっとねもうやっぱこれは他のコンビではできない、うん、僕らならではの缶バッジをちょっと5種類作らせてもらったんですけど、まあ、その中で、はい、もうボツになってんけど、うん、昔の写真使うのどうみたいな話が出て、いいよいいよ、作家と、うん、で、ああじゃあちょっと探そうか言って見てたら、うん、もう俺の髪型が変わりすぎてて、そうやな、だってちょっと前までパーマもしてたしな、体重も増えたり減ったりしてるから、俺むちゃくちゃやな。確かに見た目はだいぶ変わってんで、いろいろ頬のほとんど変わってない。俺変わってないな、そんなに。ほんまに変わってない、髪型も体型も。ジョジョの荒木先生みたいな、そう、ジョジョの荒木先生、そうな、そう、いや変わってるわ、野村だから。どうしようかな、なんかパーマ、ことやねん、パーマネントが何かが欲しいね。パーマネント固定してる、その、うん、野村ってこうやなっていう、あー野村といえばこのスタイル、髪の毛。パーマもね似合ってたんやけどな、この間までやってた。いやでも若い子に不評やったな、今思うと。そうな、うん、だから髪型、そのパーマも取ったんも、うん、なんかね、うん、あの柳ギブソンさんみたいに言ってたな。ギブソンさんはもう撮ってはるから。そうやね、ええやんってことで会ってて2日目に言われてんの、うん、後ろ姿がほんまでもね柳ギブソンさんそっくりで、それの立ち振る舞いとか座り方もそっくりやって、その時。俺は分からんからさ、でも人に言われて、うん、いやでもまあまあ、うん、そうかぐらいで、うん、まあ我慢してたわけよ、うんうん、芸人が芸人に例えられてあんま喜ばしいことじゃないやん、よくないから、うん、と思ってパーマ取る前日に祇園の桜井さんに会って、うん、おはようございますって言われて、うん、あ取ろうと思って。間違えられてもな、完全に先輩やからね桜井さんの方が。で、うん、取ったんですよ、うん、もうストップ当てたとかじゃなくて、もう単純にパーマを取って、はい、だから何もしてないですよ、うん、そっからも切ってないし。そうか、そう、取っただけ、切ってない。だからパーマしてた時はこんなに長くは感じんかったけど、やっぱ取るとな、で一気にから、うん、絶対こっちの方がいいですおが多いね。あ、そうってなると、うん、不評やったやなって、パーマがね。そう、だ長い。でもこれちょっと長くないんかな。かもだからハットパターンな、帽子。嘘やろ、うん、ほんま全部私服とかも変えていかなあかんけど。ハットで出んの。いやハットってさ、そのお前の想像してんだってあれやろ、シャンパートの小出さんとか、小出さんとかな、一時の金婚西野さんとか、ああいうんじゃない、何よ、黒沢敏夫さんみたいなの、ピチピチのやつかよ、ピチピチのニット、ハットちゃうやんけ、ハットリホーカーみたいな、ハットリホーカーさんな、ハットリホーカーみたいな、ケイトのニットやろあれ、鍋敷きゴン伸ばしたみたいな、一本一本が太いやつな。そう、いやあれハットって言えへんから、ニット帽やん、あれあれおらんやろ芸人で。いやいや、ちょっと野村やったらなんか怪我したんかなとか思われるって。いやいや色味が大事や、だからそうなってくると。いやそうやね、白でいこう。白は怪我やって、ネットやろそれ。白でこうな、グラデーションでじわーっと赤いなんかこう斑点みたいな、ガーゼ貼ってる時やん、それもうあかんって、そんな笑われへんやん。ガーゼにしようかな。ガーゼなんかあるなよ、頭に怪我してんのかなって思われるんで、笑いにくいで、心配になるやん。でも坊主とかも俺でけへんね、頭に傷あるから。あー、だからなんかガラッと変えようとしても全然。坊主もでもな、でも結構いるわけからな。でまた最近超えてきたし、多分めっちゃ短したら余計もうパンパン感すごいね。あ、今だからそんな気にならんねん、多分。ごまかしてるから。でも昔その横カッてなんかピチッとこうやってて、昔のなんていうかな、昔の髪型みたいな感じしてたやんか、昭和のお父さんみたいな感じ。そうそうそう、あれも良かったで、ね、あれはその俺らとかがやったら似合えへんと思うけど、野村の顔の作り的に似合ってた。あれやった当時はみんなどうしたみたいな言っててん。でそっから俺が辞めて1年ぐらい経って、学天則の奥田さんを皮切りに全員があれやりだして、今の流行りになってきたよな、ああいう髪型が。あれやってた時だって褒めてくれたギャロップの毛利さんだけで、ノムこっちの世界ではいいよそれって言われて、こっちのこっちはそういうこと、そう最先端だから、おしゃれで言うとな、らしいねんけど、俺はもうその時は、うん、あの外国の人とかがね映画とかが好きやからのイメージでこんな感じで出してやっとってんけど、うん、まあまあ俺がなやったらなんかその違和感あるから、だから結局先行ってもあかんし、で多分河野みたいな流行りを取り入れたら取り入れたで、また俺多分ちょっとちゃうねん。はあ、はあ、はあ、多いやんこれ。多い多い、そうやな、結構今こういう髪型しててほんまよ、漫才劇場でもな、うん、だからあれやんか、ゲスの極みの人とかさ、うん、ああいうことやろ言うたら。そうそうそう、だから劇場で石井さんとか、
あ、西野、この地区西野とかな、うん、こういう髪型をしてるよな。だから流行りのブラザーズの木本とか、木本もこんな髪型か、モンスルの小山、あ、小山もそうやな、そう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 、多いよな、多い多いってなると、うん、かぶらんのんとか誰とも違うのんってしだすと、うん、もうほんまに超ロングしかないと思う、うん、超ロング、うん、その森山さんとか緑の森山さんとかはボブやんか、肩かからんぐらいの大自然の白井、あれもまあまあ肩かかるぐらいの、うん、どれぐらいのレベルを言ってんの、腰いやほんま売れへんと思う、何年かかんねんそれ、ほんま売れへんと思うけど、昔の笑い飯の西田さんぐらいってこと、うん、何年かかる伸ばすのに、そのスタイルにたどり着くのに、ヒゲも生やして、で西田さんやなんで西田さんになろうとするの、ガラシャツと革ジャンで、で西田さんや、昔のな、走って出てきた M1 の1回目の西田さんや、最初出てた時やんか、でもかっこよかったけどな、いや、まあ、まあ今もかっこええけど、まあ、こう目を引くというところもあるもん、まあ衣装も全部含めね、うんうん、特徴的な、ただ捨てなあかん仕事が多すぎるけどな、ロンゲめっちゃ言われたもん、だってテレビその出だした時とかはヒゲとかは、まずご飯もんのやつは回って、まあ、まあ西田さんと飲ましもんの時も言ってた、だからあんまりまあぐらい笑い目さんぐらい行きはったら関係ないけど、うんうん、売れてはったら、まあ、それはな、分かってて誰使いますかってパーで写真見た時に、うわ、ヒゲ生えてる、この子 NG ってなるもんな、うん、誰でもいいとこやったらな、それじゃなくてもうちお前がヒゲ濃いから、わ、もうこの前の字、いや俺のことは違うからやんか、青ヒゲはええやん別に、ご飯食べても、まあ、俺あんま知らんけど、そのワンピースのキャラみたいな感じで言うのよ、かっこいい、おらんわ青ヒゲなんかは、白ヒゲとかな、黒ヒゲはおるけど青ヒゲはおらん、青生地とか、青生地はおる、青生地と白ヒゲおってお前青ヒゲ言うとワンピースやん、青ヒゲはおらんねん、青ヒゲ言うやんか、これで俺もでも脱毛して思うもん、せんでだからそういうこと、まあ奥田さんとかしてあるけど、あ、してんの、奥田さんも言ってあるね、ほんまに男で脱毛するやつ嫌いやわ、奥田さんとか、なんなん、うん、結構芸人も結構言ってあるやん、いや、あるでコンプレックスの方いるから、 あんま一概にね、うん、否定はできへんねんけど、うん、でも そこなんで、そういうもんやもん、いじられる材料としてってこと、というか、いる、その男の脱毛って、そんな、まあ今でも流行ってるし、そうしたいけどな、いや、いや、お前のそのスケベ感がええねん、いや、やって、いやいやいや、それはな、野村からしたら一時のスケベ感でな、いじってるけど、一緒やねんで、俺一生スケベでおらなかねんで、いややろ、でもじゃあ生まれ変わってこれなっていいか、いやいや、よくはないよ、ほら、いややろ、死ぬ、じゃあ、じゃあ脱毛ぐらい許せや、煽ってな、死なへん言うてんねんから、脱毛ぐらい許してくれや、いややって、そら気持ち悪い、もう自分で写真見ても気持ち悪いって言うから、もう青って思うもん、うん、そうやな、お前自身も気持ち悪いと思ってるし、うん、俺も気持ち悪いと思ってるし、うん、お前の家族も気持ち悪いと思ってる、脱毛させてくれや、もうでも脱毛はちゃうと思う、誰も救われへんねんから、ちょっとね、見た目もちょっと考えていきましょう、それは、あ、終わるぞ、というわけでございましてね、今日のホストメッセージのテーマですね、事前に募集しております、どうしたもんじゃろのですね、うん、どうしたもんじゃろのどうしたもんかなっていうことを送ってきてもらってます、メールアドレスは onst@esfm.jp、 まだまだ受け付けておりますのでぜひ送ってください、それでは間もなく登場しますので皆さんお楽しみにしてくださいそれでは今週も2時間お付き合いください。 We love music, SFM。 それでは今日の1曲目です、宇多田ヒカルで花束を君に。さあこの時間にはですねゲストの方が来てくれております、はい、野村くんお願いします。未来スカウトの橋本樹奈ちゃん、はい、そして小島まりなちゃんです、お願いします、お願いします。私たちせーの、未来スカウトミラー、よろしくお頼もうします。うわー、入られへんかった、入らんでいいよお前、入ったあかんねん、言わんかった、邪魔してあかんねん、未来スカウト、あ、そうか、京都でねやってはるから、京都発信ハンナリ&ポップアイドルユニットというのは、はい、ね、はい、そうです。だからまあ、じゃあこの大阪もいた地元近いですからね。はい。うん、ああ、はい、ですね。今年伺っていいですか。うん、はい。小島が23歳。23歳。橋本が15歳です。15。若すぎるな。はあ、8個空いてるんですよ。そうなんですよ。そうか、年長さんと年少さんやな、ミラスカの。ミラスカの。はい。そうか。だから一番最年少。はい。ね、15歳。で、ね、これ、未来スカウトは結成して何年ぐらいの、6月でお披露目して2年になります。はい、2え、2 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 2
なんやこれ。橋本ちゃん気付けてな、あのこいつ手出るで。怖い。ジュナナ？ジュナナって読んでええねんな。はい。ジュナナは。ジュナナ。なんや今つうっていうのは。2年中。15歳。大丈夫か。大丈夫。かわいいやん。ごめんだってまだ CM 中に年いくつって言ったら、うん、ねあの小島さんはあのちゃんと、はい、あの23ですって言ってくれてると、橋本さんだけ15って早かったもん。ほんまだから え学年で言うたら中うん高1です。高 1、はい、高1年生ですよ、うん、すごいな、学校通いながらそうです。何大丈夫じゃん、私も初めて見てます、こんな姿。そうなん、え、なんで、なんで緊張ないでは当たり前だ。普段緊張してるんです。普段こんなんちゃうの。緊張してるんです。いや、わかるよ、緊張したらついついミーンって出るのわかるけど緊張隠して、緊張してミーンは言わないやろ。緊張隠してる。隠せてない、変なことになってるから、はい、隠そうとして。例えばこれラジオとか出られたりっていうのは、はい、ほんまや。いや、そうです。もうちょっと終わってしまったんですけ ど、うん、レギュラーレジオさんで。あ、そうなんや。そう、あの芸人のグイグイ大脇さんと作家の里村さんと一緒に番組をやらせてもらってます。あ、作家の里村さんね。サットンと。サットンって呼んでるの、里村さんのこと。あ、そう、一緒にじゃあ入ってやってたんや。そうなんですよ。その時はミラスカート4人とも全員でってこと。はい、4人とその大脇さんと里村さん、はい、ピンポンピンポン。ちょっとこいつあかんな。やめろよ。なめまくっとるか。一応聞いた、一応聞いた、そう、吉本所属なんですよ。つまり後輩なんですよ。まあまあ、先輩、まあまあ、先輩でかい。なくてもいいんですよね、それは。後輩のしつけとしてはね、先輩様、先輩様。ちょっと今日コノンの方がご機嫌だ。誰がコノンだよね。おい、ジュナナみたいに言うなよ。ジュナナってだから愛称マリちゃんでね。そう、マリちゃん。そうですよ。え、それどれぐらいやってたの、そのラジオは。1年以上、以上やってました。何時間、1時間ぐらい。1時間です。あ、結構がっつり喋り慣れた。ほんまや。なんでこう吉本でそのオーディションがあって、どういう結成の仕方なの、これは。え、オーディションをそれぞれ受けて、うん、バラバラで、バラバラで、はい、受かった子たちがキュッて4人集まったのが4人、4人です。未来スカート、そうなんです。吉本が解散した、そういうオーディション。ほんまにラジオやってた。そうです、やってました。あのソロのコーナーもやってましたから。一人で。はい、みんなそれぞれやってました。ちなみにマリちゃんはどんなコーナーやってた。私は飛行機が大好きなので、飛行機のお話とかするコーナーをやっていて、うんうん、あ、もうそれ自分で。はい、そうです。飛行機詳しいの。大好きです。すごい。え、そうなの。大好き。どういうところが好きなんですか。塗装が好きなんですけど。塗装、デザイン、うん、そう、最近座席にもハマっていて、そのシートの革とか、その性質とかにもハマっていて、そうな、乗るのも見るのも大好きで。そんなに乗るって、まあお仕事以外でも普通にプライベートに乗りに行ったりするってこと。めっちゃ乗ってます。そうなの。すごいです。でも見る方が多くて、なんか休みの日には空港に会いに行ってます。会いに行こうってんの。会うという仙台行ってな、この間。そう、仙台に、仙台に、飛行機のためだけに、ために行ってきました。めっちゃ好きなんや。すごい大好きです。写真も撮ったりするってことじゃ。します、します。でも会えるだけでいいんです。あ、ちょっと今のだけ切り取ってファンの人はうわーなんですよ。飛行機にやからね。いや、でも今のグッと確かに、まあ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 、分かる趣味として面白いし。17はめっちゃまともですよ。 お菓子作りのコーナーしてました。あと勉強のコーナーしてました。勉強、あの受験だったので、その中3の頃は、今高1なんですけど、その頃はあの受験の勉強のコーナーをしてました。ラジオ利用して勉強してた。はい、そう。それで問題を送ってもらうとかってこと。問題を、そう、なんか教科書とか学校で習ったやつを、あのみんなにおばからんとこ教えてもらったり、そのリスナーさんからもらった問題をみんなで解くみたいなのをやってました。勉強になって、そのテストの点数上がったりしたの。しましたよね。最初3点やっけ。すごいな。おい、ちょっと待って、何点中。なんかでも 倍に上がってきたんやな、うん、ちょっと何点中3点なの。 100 点中3点。数学だけです、数学だけです。数学だけですよ。いや、数学だけでもやん、でも倍ずつ伸びたな。そう、でもあのこの間中3の最後のやつは68ぐらい。素晴らしい。それでもまあまあ、なんかビリギャルが。大丈夫。ビリギャル、未来スカートのビリギャル。
はい、なんとかでもそっか3点からのな65点上がったっ、あんまちょっと大きい声で言わない方がいい。そりゃ言うよ。でも3点やったもんな。でも他のやつもめっちゃ点数高いんですよ。あ、そうなんだ、はい、そうなんですよ。何が得意、体育、音楽。もう一発がちゃうやんか。ちゃうやん、ちゃうやん。それ違うやん。体育、音楽、国語、社会です。国語と社会は80点以下ほぼ取ったことないです。あー、そう、得意だよな。すごい。そう。で、お菓子作りも得意な。そうなんですよ。何を作るのが一番得意なの。なんだろう、うん、でも結構シフォンケーキとか、うん、本格的に普通に、うん、なんだろう、何でも作る。フローランタンが一番美味しかった。フローランタン、うん、何フローランタンって。なんか板みたいなのにチンプ巻かれたやつ。だいぶ言い方悪い。違う違う、板みたいな。調べてください、皆さん。フローランタンで調べてください。そう、本当に板みたいな。かまぼこの板みたいな。ほんまに。そうじゃない。でもほんまに美味しいんです。クッキー、下ままクッキー生地で上がアーモンドスライスとかを上に乗せた。すごい美味しい。フローランタン知らんな。おっさんやな、これも。あとバームクーヘンとかサーターアンダギーとか。ーサーターアンダギー、はい、沖縄の。沖縄のあの、そう、美味しい、はい、あ、結構じゃあ本格的に料理はできるんやな。やります。結構お姉ちゃんとか妹のお弁当作ったり、朝ごはん家族の分作ったりしてます。それはええやん。結構まともなんですよ、私。やばい。あ、ちょっとでもイメージ変わった。確かに買いました。そこまでできるんやっていうのは。でも3点やったやんな。やめたれ、ね。やめたれ、ね、3点言うの。もういいかな。な、今68点やねんから。はい、そうなんですよ。じゃあそのメンバー内でお菓子作ってきたりとか、普通に普段遊んだりするもんなの？どういう感じなの？アイドルの、うん、プライベート、うん、よくスタバ行くよね。行きます。あ、そうなん。そう、一緒にコーヒー飲みに行く、うん、その言うたらライブの合間とか、うん、そう、レッスンの合間とかに、うん、お話ししたり、うん、他のメンバーとはプリクラ撮ったり、うん、普通にショッピングに行ったりとか、お泊まりとかもします、そう、でも買い物とか行ってたらさ、うん、ファンの人とかに声かけられてせえへんの？いや、合わないんですよ。あ、そうなん。うん、しかも、うん、会ったとしても多分気づかれない。なんで？うん、オーラがないから。ジュナだよ。その寂しいこと言うな。そんなことない。多分そんなことない。こないだね、あの通りすがった人が未来スカートの名もないよって歌ってたんですよ。おうおう。でその時パッて通っても全く気づかれなかったです。いつや、今本人が横おんのに。そうなんです。あ、でもその時帽子かぶってマスクしてたんですけど、あ、でもこうずっとこうやって見てたんですけど、あの全然気づかなかった。気づかずすれ違っていったんや、うん、そうなんですよ。はい、でも嬉しかったんじゃ、やっぱその街中で歌ってくれてる人おったら、うん、ねえ、これはすごい、ね、でも見たで、千年少女の PV。 ありがとうございます。あれ、シーツみたいなの被ったの、シーツ4人が。ちょっといや、僕ちょっと見れてないんですけど、カーテンっぽいやつですよ、白い。シーツって言うなよ。いや、でもほんまシーツでした。ほんまシーツでしたね、違うやん。あれ、どこ撮影は。あれはお台場。どういう PV なんですか、軽く説明してくださいよ、野村。だから、うん、そのシーツみたいな服着た4人がわーって走ってて、うん、でなんか歩道橋とかなんかいろんなとこでわーってやってた。最初のシーンしか見てない。近未来的ななんかテレビみたいなのがぶら下げられてるとこで4人めっちゃバッチリ、ダンスもうまいね。でかと思ったら次なんか長い廊下みたいなとこ光ってるなんかとこでまたかっこええ感じもあって、でまたシーツや。シーツや。え、すごい、ちゃんと見てるんですね。合ってます、合ってます。いや、その近未来の感情が何だか想像つくねんけど、うん、シーツがちょっと気になる。だから真っ白の、ちょっとファンの方、これ例えて言ってますからね。例えて言うんで怒らないでくださいね。ほんま、あのそこだけ見たら入院患者が逃げ出した。ちょっと待ってくれよ。合ってるんですか、合ってんの。でも本当に何、うなずいてる人半分、かしげてる人半分やもん。でも可愛い、かわいい、かっこいい。だからそのお写真だけ最初見てたから、うん、ね、ポワーンとした感じの女の子たちなんかな、はい、全然もダンスもキレッキレやし、本格的につぼみに見せてやりたい。つぼみもね、吉本のアイドルですよ。あ、先輩になるんか。そういうか、一応、はい、つぼみとなんか絡みとかあんの、会うこととか。します。あ、そうなんや。そう、ちょっくら喋ったりとかもします。ちょっくら。ちょっくらで、ちょっくらしたまま。あ、そうですか。あの、一応先輩なんで、ね。はい、そうです。ちょっとね、一つね、ここで紹介したいものがございましてですね、はい、ナンバーグランド花月1階の吉本47ご当地市場で売ってる商品を紹介します。今日はですね、兵庫県の山栗グラッセという商品なんです。うん、どう。美味しそう、ね、大好きです。入ってきた瞬間には美味しそうって言ってたんで、もうほぼ食べる勢いでしたから。そう、もうこう危なかったんで。危なかった。この時間に食べてください。ぜひ。いいですか。うん、食べて食べて。いただきます。どうぞ。もうほんまに感想とかそんな無理してあるの、黙々と。いや、パクパクいって。なんかコメント欲しいな。
どうですかね。うん、私栗めっちゃ好きなんですよ、うん、やばいこれやばいこれやばいこれ、ね、えだめっちゃ美味しいです。なんか口に入れた瞬間なんだろう、食感とかもすごい栗な感じなんですけど、甘さがすごい広がってあの美味しい栗好きの中でも認める美味しさ、めっちゃ美味しい。山栗グラッセ、うん、山栗グラッセやばい。山です本当に。山です。なんか何言ってんの、なんかなんかこっちもおかしいんか山賊の人とか食べてそうな山賊の人が食べてそう、何言ってんの、なんかもう山の人が一番大事にしてるスイーツみたいなむき栗ちゃうからな、ちゃんと加工してるから山の人が一番山の高級食みたいな一番大山栗を一晩蜜漬けしてふっくらと煮込み、ブランデーとバニラエッセンスで、うん、そうめっちゃバニラエッセンスの匂いがするバニラの香り、ね、それ聞いたからやろ、ね、作ってるからな、え、うん、お前分かってた、分かってました、あバニラやなって思ってました、マリちゃん分かってた、分かってました、嘘やろマリちゃんは絶対嘘やわ、え、おいしい、いやどうのブラン、あ、お前なんかめっちゃ、うん、砂糖砂糖してるのかなと、そんなことは栗の、うん、あ結構大人の甘みというか、うん、そういう感じだから本格的な、うん、俺普段甘いもん全然食べへんから、そうやね、俺で食えるぐらいやから、うん、美味しい自然な、ね、こちらお値段は702円です。高っ、高ないよ、何高ない、何ってない、何ってない、ね、702円だから何何何おゼロなくなってるやんかなあ、それ72円の時やろ、ね、何じゃないから702円ですからね、この数字見たらそのまま言うから、堺の市街局番だけ絶対見せたからでもね、ダメですね、そういうことですからね、700円で売ってますので、ぜひ買ってください、はい、さあ、そしてですね、未来スカートからも告知があるということで、はい、そうなんですよ、します、はい、うん、ジュナナが行くねんなダメですか、大丈夫か、こういうのはジュナナが担当するの、ジュナちゃんが、はい、そうね、5月の8日の、うんうん、8日の8日、8日、8日、うん、どっちでもええやん、もうしばくわ、やめてください、やめてください、もう僕しばきます、やめて、はい、ごめんなさい、あの5月の8日日曜日に、はい、8日やって8日、あの宮司が4回目のワンマンライブあるんですけど、はい、ひたむきにちんとんでにゃん、めでたしめでたし千年の音です、うん、はい、会場はですね、心斎橋のビッグキャットで、すごい大きいとこですね、ここ、うん、そう、大きい、ね、頑張ります、はい、あのちょいちょいローラみたいなそう、あのチケットの料金が、うん、前売りが3000円で、うん、当日が3500円となっていて、うん、ドリンクが、うん、あの別の料金になるんですけ ど、はい、あとですね、小学生以上有料、うん、未宿学児童無料、はい、ダメ未就学児童小学生以下っていうことね、はい、まあ、無料で、無料です、無料で入れるんだよ、はい、それ大きいね、ちっちゃい子は楽しめるということですから、はい、そうですね、本当にぜひ皆さん行ってください、お願いします、5月8日心斎橋ビッグキャットでございます。そして3月2日に発売された新曲もあるということで、はい、どんな曲なんですか、千年少女というね曲ですけども、はい、最後じゃあこれの曲の紹介、どんな曲かと、うん、そして曲振りしていただいて、今日はここまでということでございます。他に告知とか大丈夫ですか、はい、大丈夫です、大丈夫ですかね、はい、では千年少女についてお願いします。はい、この曲はとても疾走感があって、うん、アップテンポでノリノリな楽しい曲になっています、はい、それでは最後皆さん聴いてもらった後にぜひ、はい、そのシーツをかぶった PV も見てほしいなと思います、ね、はい、それでは3月2日に発売しました、うん、メジャーセカンドシングルの表題曲聴いてください。せーの、千年少女ちんとんでしゃん。というわけでございまして、この時間のゲストは未来スカートの橋本ジュナさん、はい、そして小島まりなさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
ちが映り切って自分の居場所見失われ誰にも知られずに一人泣いた夜もあったけれど死んだ予感に出る花のように風が吹く誇りこの大地を吹き締めよう今日のテーマはどうしたもんじゃろのどうしたもんじゃろのでございます。では紹介していきましょう、はい。兵庫県ラジオネームテルリアさんからいただきました、はい。野村さん、河野さん、こんにちは。こんにちは。私の家では、うん、ラブラドールレトリーバーを庭で飼っているのですが、なぜかいつも小屋には入らず、縁側の下にある隙間に無理やり入り込んでいます、そしてクーンクーンとまるで出られなくなってから助けてくれと言ってるかのような鳴き声で毎回助けを求めてきます、我が愛犬ながら学習せよと思います。人と違って言葉で伝えられないもどかしさがいつも残ります。ちなみに河野さんは昔野村さんの実家で飼われている猫を蹴ったという話がありますが、あれは本当ですか？あれ、ほんまです。違いますよ、本当じゃないんですよ。蹴ったやん。認めへんだけのやつは何なん、ほんまに触れたやな。そう、厳密に言うと全然ちゃう、全然ちゃう、全然ちゃう。蹴ったというと、そのなんていうかな、サッカーボールをバボーみたいなイメージがあるでしょ。そういうことじゃないですから、本当にそれは、それはちゃんと否定してください。そんなことするわけないじゃないですか、人の家の猫に。いやいや、だから、うん、実家で動物飼ったことがあるね。喋、うん、ってんねん。何やねんな、動物を。何やねんな、急に喋ってんねんって。動物を飼ってるね、家の、うん、お父さんとかってちょっと、うん、なんか、うん、愛してるがゆえの雑な扱いする感じわかります、うん。だからうちも親父は、うん、うちの猫が、うん、親父めっちゃ好きなんですよ。めっちゃにじり寄っていくんで、うん、親父が、うん、もうお前あっち行けっつって、こう四つん這いやから腹んとこに足引っ掛けて、うん、はいはい、持ち上げて、うん、ペンってやるんですよ、うんうん。それ嬉しいから何回もしてもらおうとして、うんうん、うちの猫は親父に行く、うん、じゃれるんやな。それはわかるじゃないですか、うん。みたいなことを対して猫と仲良くもないし、うん、猫が寄ってったわけでもないのに、うん、
自分の動線におるから邪魔やぐらいの感じで、ほんまびっくりしますよ。僕がまだその場にいてって、例えば100歩譲ってですよ、ノリっぽくボケでして、何してんねんお前人んちの猫にって言える状況ってことですよ。僕はなんかリビングで、2階のリビングで、僕は3階の自分の部屋から物取りに行ったかなんかで降りてきてぐらいで、河野の後ろ姿で猫蹴ってるの見てもらって、うわっって蹴ってないって。だから猫と差しの状態で猫蹴ってたの。いや蹴ってないよそれは。危なかったん、多分なんかドアが閉まりそうやったから、このままやったら危ない。じゃあ言い訳すんな、蹴って蹴ってやったから。そんな言い方したらお前は猫蹴って、めっちゃ悪いやつやん。じゃあ危ない、そんなな、あの理由なく蹴れへんよ。理由なく蹴れへん。ああうちの猫が悪かったと。そんなうちの猫が何かあなたにしたようで、何かがあったから、それはすいませんでした。聞いてください、何かがあったからや。いきなりさお前おらんくなって、お前の猫ポン蹴れへんよ。蹴ってんて、何かがあったんやつ、危ないとかな、そっち行ったらあかんよっていうとこがあったから、危ないと思って足出したんや。そんな家してない。ちょっとこれはややこしいが、それはもう何年前のことですけど、ね、これめっちゃ前やから、もう時効やしな、開けたとしても。なんか好きよな、それは。時効とか言いたがるよ。時効です。時効なんかないねん。蹴ってない、これまず罪を認めてないですから。これはちょっとごめんなさい、一生その十字架ちょっと生きてったよ。よーお前結婚式なんかできるな、人んちの猫蹴っといて。蹴ってへん言うてんねん。岩起きないからな。やめろよ、やめろよお前。スライドショーで出したろお前。やめろ、あかんで。仕返しにうちの嫁蹴んなよお前、絶対あかんで。それはやめてな。なんなんそのフリー。なんの蹴んで、ほんまに。お前がうちの猫の腹蹴ってんから、俺もお前の嫁の腹を蹴ってるから。あかんよ、猫のあの体のサイズ感でお前の力で蹴られたって相当やで。そらな、ってことは俺振り抜く蹴り方するな。結婚式でバーン立ち上がって、高砂国籍走ってて、バーン蹴るんかお前。絶対あかんよ、あかん決まってるやん。やめてください、蹴ってないですから猫も。それだけはちょっと言ってくわな。言っときわ、言ってるやつも言っとくわ。それはな、次行きましょう。蹴ってる、言ってない、蹴ってんねん。和泉市ラジオネーム、蹴ってんねんて、蹴ってんねんて。うちの猫のメール取り上げんのやめて。蹴ったんや。なんで認めるまで読ませんぞ、読ませんぞ。蹴ったんや。蹴ってません。蹴ったんや、ほんまに。これも蹴りつけよう、もう何年もやってんの、このやりとり。これはほんま一回も受けてへんねん。蹴りつけよう、やめろや。蹴りつけよう、終わって、今日で。終わって、お前は俺んちの犬を蹴ったんや。次の辺行こうとしてんねやろ。で受けてないんやろこれ。蹴ったんや。いや俺これ何年も言うてけ、蹴ってないねん、ほんまに。俺これは蹴ったんや、ほんまに認めたら俺が終わると思ってるし、その人としてな。蹴ってないもん。終わってるよ。終わってない、まだ終わってない。これを認めた瞬間俺は終わるから。終わってるよ。蹴ってません。お前はそんな怖い顔で言うな。猫蹴って、なで、どけて、危ないから。どうやってどけた、何使った、その足使ったな。違う、間に合う、手では間に合わへん距離な。足伸ばしたらちょうど、そんな普通の民家で急をせくような状況になるはずかない。蹴ってん、喋ってんのよ。喋って映画だ今だからな。終わって、ミライスカートのこれ終わって出て行って、ファンのコーラが喋ってんのよ。ファンの人たちが写真撮って、写真撮影会、蹴ったよお前は猫。喋ってんのよ。蹴ないやろもう。はい、蹴りました、もう認めるわ、もう蹴りました。はい、蹴りました、蹴りました。猫蹴りましたよ。いいよ、猫蹴ったのに結婚しましたよ。関係ないからそこは。よく、次いきます。和泉市ラジオネーム、わかったって。和泉市ラジオネーム、たぬき鍋さんからいただきました。コロンさん、野村さん、こんにちは。どうしたもんじゃろうのですが、私のお母さんは朝ドラが大好きで、会話の中にこの言葉をよく使ってきます。朝の中で使われてる、ね、言葉ですから、ただこの言葉がとても好きなのか、どうしたこともない時に言ってくることがあるので返しに困っています。なので私がどうしたもんじゃろのと言いたい気分です。お二人は誰かがよく言った言葉ってありますかと。うん、なんかでもだから、あれよな、ジェジェジェ以降の感じよな。あ、そうやね、その倍返しだとかドラマの中にこう流行らすような言葉が入ってくるってな、それの流れやろな。どうしたもんじゃろのもそうやな。今期ドラマ見てる？今回4月が始まったやつ、月9の福山さんのラブソングと、
岡田将生くん工藤官の、ゆとりですが何か、この2つは見ましたね。あとちょっとまだ見れてないけど、うん、今日当たり多いな。あ、結構見た。見れる。何見た？だいたい見てる。松潤のやつ以外全部見てる。松潤のやつ以外、うん、結構な数やほんなら、うん、全部見た。全部見た。どれがおすすめ？一番はラブソングや、うん、あ、ラブソング、もうたまらんわ。あ、そう。いや俺も見たけど、いや、よかった、いいとは思うけど、そんな野村がそう言って、その次の日があってめっちゃええわって言ってたから、うん、見たよ。まあまあわかるけどぐらいやろ。うん、俺はね、人の心持ってたらあれはもうすごい響くと思う。いや、わかるよ、そんな俺は。まあ、あんまピンとこへんやろ。なんでピンとこへんか分かるから。猫蹴ってるから、ね、言う思ったわ。やめ、喋ってんねん。帰ったわ。もうおらんやんけ。何が見えてんねん、怖いな。もうおらへんやん。もう未来スカートの頃も帰って、ファンの人たちも帰った。喋ってるって言えよ、別に。もう邪魔されて大丈夫か、集中してください。ね、ということで今日はですね、どうしたもんじゃろのというテーマでメッセージをいただいております。また後半でも紹介しましょう。以上、オンストメッセージでした。力を合わせのプリマチャレンジ2016。さあ、このコーナー、我々プリマ旦那が力を合わせていろいろなことに挑戦しようというコーナーです。ラブソングの話、ええって。久しぶりにちゃんとヒロイン出てきた。ラブソングの話するな。プリマチャレンジ始まってんねん。猫蹴ってるねん。やめろ。3週連続で成功した賞金1万ゲットです。ただ今は連勝ストップしますので、今日は1からの挑戦。今回のチャレンジは新学期だよちびまる子ちゃんクラスメイトチャレンジですね。世間では新学期が始まりましたが、今からインターネットグーランキングで発表された友達になりたいちびまる子ちゃんのキャラランキングの上位7人を当てることに挑戦したいと思います。チャンスは12回なので、5回外してもセーフですね。俺ちびまる子ちゃん大好きやから。そうやな、詳しいもんな。もうほんまに今回のこのチャレンジ、うん、ノーミスで、うん、でもなおかつお前いらん、うん、ありがとう。いや、これ交互に行くから。足引っ張んなって。だからその俺はほんま詳しくないから、有名どころは言わんといて。分かった。それは頼む。ほんまにその余裕あるわ今回は。ごめんなさい、うんうん、ちょっともうもらいました。それでいきましょう。いいですか。はい、じゃあ僕から OK。 そうやね、もう先潰していくわ、うん、それではちびまる子ちゃんクラスメイトチャレンジスタート。たまちゃん。言うなよ。ああ、一番有名やん、友達の中で。そら入ってるわ。第1位。1位やん。ほら言うなって、お前。たまちゃん詳しいねんから置いといてや。誰おんの。山田くん。バカなキャラな。うわ、第8位です。うわ、惜しい。花輪くん。あ、金持ち、うん、第2位です。第2位。あの2人が出えんねん、名前。男前の2人がおるやん、サッカー部の。サッカーしてる、日焼けしてる子と黒髪の子と。あ、名前何やったっけな。あ、誰や、あの子ら。全然出えんわ。誰。長澤くんでええかも。長澤くん。長澤くんはでも入ってないか。いや、県外。県外、県外。大野くん。大野くんや、それ言うなよ。入ってるわな。第3位です。あー、第3位か。あと誰おんねん。野口さん。野口さん入ってる。おっしゃ、第4位。4位。結構来てるよ。上位7位。今何人正解してます。今4人ですね。4人正解して、罰が2。罰は2です。 OK です。丸尾くん。丸尾くん、学級委員長か。丸尾くん。うわ、入ってない。丸尾くん県外です。ちょっと待って。あ、もう分かった、そっちやな。もう丸尾くん入ってないので分かった。花沢さん。花沢さん、もう分からへんわ。ちょっと待って。花沢さん、サザエさんです。花沢サザエさん。ちょっと待って。あれ、ちょっとね、あのメガネのさ、メガネのリボンつけてる子誰やったっけ、あれ。あれ、名前何やったっけ。右輪さん。右輪さんや。右輪さんや。
入ってないか。え、もう次ミスしても終わり。今4ミスしてません。ミスですね。ね、5ミスまで大丈夫。5ミスまでか。城ヶ崎さん誰や、誰や城ヶ崎さんって。やばいやばいやばい、入らない。県外です。県外。ちょっとあれ教えて、もうあのサッカー部のもう一人大野くんと、え、藤木くん、藤木くんやったっけ、そんなやったっけ。藤木ってでもおったよな。でも違うやろ。藤木くんは多分違うね。俺そんな何となく知ってんねんて。藤木くんってあの唇紫の子ちゃんなあ。一応弱い子。佐々木のじいさん違うって。子供たちならへんやん。クラスメイトでおれへんやろ。佐々木のじいさん教えて。大野くんと、大野くんともう一人、す誰や、スバル、須崎、須藤、す誰教えて。もうすって何や。す、次は、次は、次の文字は、次の文字はす、何、す、大野と、もうわからん、もうわからん。他誰おんねん、誰おんねん。ちょ、なんか言って教えてな。ちょ、なんか言って、マジで。放送事故なる、放送事故なるって。こんなの聞かれ。人気キャラやろ。うん、あれやん、坊主の、坊主毛ちょんちょんちょんと生えとる、毛ちょんちょんちょん。おじいちゃん違うよ。誰よ。友蔵や。友蔵じゃなくて、え、マジで出えへん。わりかし読めない人まだ一人います。女の子かな、男の子かな。でもじゃあ右輪さん、右輪さん、終わり。皆さん第10位です。ちょっと難しい。え、あと何、2人でしたっけ。あと3人です。あと3人。誰が見ていいですか答え。もう変やん。だから浜地とかで、お前が言ってたの杉山くんな。杉山くんっていうね。とし子ちゃん入んねや。ちょっと待って、これ、え、どう、あ、こうか。ほうほうほう。とし子ちゃんって誰や。とし子ちゃんや。たまちゃんという雰囲気に似てくる優しい子。どこ、これ絵で言うたら冗談の。あ、これ、ああ、とし子ちゃん。うわー、そうか、城ヶ崎さん入らんねや。浜地や。城ヶ崎さんって誰や。髪巻いてるお金持ちの子。ああ、めっちゃ可愛いやん、城ヶ崎さん。うわぁ、俺城ヶ崎さん好きやわ。俺が言うてたん関口くん。関口くん知るか、知るか、おった知らんわ。関口くん、関口くん山田くんよりアホみたいな顔してるやん。関口くんでもいつも浜地とかと仲良くしてる。知らんかった。それ大野くん、杉山くんも入ってんねんね。やっぱ男前二人はな、ここな。ほとんどでもこれおらんからな。どういうこと。たまちゃんは実在する、うん、ああでも中学生入ってからやん。たまちゃんメガネかけ出した、なんか言うね、そういうの。そう、浜地もおるけど、うん、あとはさくらももこさんの、そうね、うん、友蔵がすごい意地悪じいさんやった話めっちゃもろいで。どういうこと。ほんまは実在した友蔵。エッセイ読んでみ、うん、いっぱいあるから。うん、軽く言うてくれや。なんだ、ちっこい一個でいいから。気になんねん、全員。どんな話あんのかなって。まあ、私がエッセイ買ってくれたらな、いいけど。ブー太郎持ったな。ブー太郎。長沢くん、藤木くん、山根くん。この辺が仲いいねんな。ブー太郎って、おらんと思うやろ。おんねん。え、ブー太郎は存在するの。ブー太郎ってあだ名じゃなかったけど、うん、ブー太郎みたいに今にもブーって言いそうな顔立ちの子やってんて。だからそれモデルになってるってことやな。長沢くんはほんまにおったって、こういう形の子。嘘つけよ。こんな玉ねぎみたいな頭の子おらんやろ。懐かしい。山根くんな、胃腸の弱い。せや、山根くん。笹山さんな。笹山さん、誰。笹山さん、これも可愛いな、うん、笹山さんと城ヶ崎さんめっちゃ可愛いよ。そう、モテる二人。ああ、だから大野くん杉山くんペアに対しての女の子バージョンってことか、うん。お前でも奥さんあれやな、冬田さんの感じよな、うん、どこがやねんお前。どこが冬田さんに。お前みんな検索して、冬田さん、冬田さんでもめっちゃ愉快で、冬田さんめちゃくちゃたらこ唇やん。
なあ、パンチパーマやねんけど。パンチパーマなんか、ちょっと俺の白黒やから分からんかったわ。めっちゃ女の子、ふいたさんめっちゃ乙女やねんで。ふいたさんみたいな人違うよ、乙女な、そういうキャラなんや。もう面白いな、でもこうやって見るとこんだけいっぱいいるんやね、クラスメイトも。ケンタはあれですよね、サッカーで清水エスパルス実際入った。ああ、なるほどね。エッセイがおもろい、ほんまに。友蔵が実はビジュアル人さんやった。教えろや、なんかワンエピソードくれやそれ。というわけで今回失敗です。また来週挑戦しましょう。というわけでございましてですね、この後5時からはさまざまな職場で活躍するプロの仕事人が本音を語るお仕事紹介番組、職業体感ライブをお送りいたします。そして今お聴きいただいている曲は ESFM4 月のリコメンナンバー、ザ・ケセラセラでファンファーレです。望みを託せばいいんだよ。A ラインあるある決議会。さあ、このコーナーはいろいろな物事に対するありすぎずなさすぎない A ラインのあるあるを我々2人が独断と偏見で決めていこうというコーナーです。さあ早速ですが、いいですかね、うん、では今回の議題を決めましょう。こちら。さあ今回の議題はカラオケのA ラインあるあるです、うん、カラオケ、うん、ではまずはありすぎあるあるは、店員が入ってきたら歌うのをやめる、うん、歌ってる途中にバッと店員が入ってきたら歌うのをやめる、うん、じゃあ逆のなさすぎあるある、なさすぎあるあるは敏腕プロデューサーにスカウトされる、うん、うん、まあ、歌ってる途中にそれを歌声聞いてうちの事務所入らないかというのは、これはさすがになさすぎるだろうということで、これの間の A ラインのあるあるを考えていきたいと思います。スタート。カラオケね、受付に途中で、うん、タンバリン取りに行って、うん、今ないですって言われた時に、うん、平和やなって思う。、まあ、みんなが使ってるってことやもんな。ビニールマイクにしてくれてるけど、うん、全然臭い。確かにあれなんなんやろな、抗菌みたいな、しましたよ的なことなんやろ、うん、全然臭い。あれどうしてんの。俺もそのバイトしたことないから知らんけど、一回歌い終わったやつをなんかに入れるわけ、その消臭のところに。なんやろな。そんでその後かぶせんのかな。なんでこいつだけハウリングを着るん、うん、あーうわーみたいなやつな。一なんやけどな、うん、あの機械とのね距離でな。電木が主流やから、うん、あの紙の番号書いてある辞書みたいな、寂しそうに、うん、あのカバン置くスペースに取って、うん、あるね、どんどん出るねカラオケ、うん、確かに、ね、使わへんもんな、もうほとんど触れへんわ。確かにカラオケ行ってもあの本の方は全然。カラオケの時だけドリンクバーから帰ってきたやつで、え、そんなんあったってなる。あるな、うん、え、アイスあった。そうやね、アイスあるとこあんねん。ちっこいな、あの白のなカップに入れてくんねん、あの野菜ディップするやつに入れる。そう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 、レインボーな、レインボーや、うん、レインボーにはなソフトクリームがありますから、でチョコチップとかもかけれんねん、あれ、うん、トッピングとかな、あるから、うん、あるね。あんな精密採点やろうぜって盛り上がってたのに、うん、途中のもう一回精密採点やめようって、あれなんだ。精密採点ややこしいね、あれ、なんか細かいねんな、普通のいろんな採点モードがあるけどな。なんか CG のキャラに採点されるみたいな、うん、おー、なんかあのおっさんとかおばさんのキャラがポンポンって出すみたいな。そうそう、うん、1ミリも面白くない。ええやんか、面白さあるやん、あれって合計点数みたいなやつやろ、うん、居酒屋もそうやけど、電木の電池がやる気なさすぎる、うん、すぐ充電してください、台に戻してくださいって出るからな、うん、めっちゃ何回歯押してもまあ生きよる。反応悪い的なあるわ、確かに、うん、めちゃめちゃ出てくるやん、なあ。きつきつい、それその一分ネタみたいな感じで詰めてくるな。すごい出てくるで。うん、送るやん、決めて、送る、ああ曲決めて、うん、あれが結構途中まで、うん、どのラインが届くんかって、うん、ずっとこの反応な、そう、反応する距離、
性能とかとこでもバンっていくねんけど、押して画面でピピピピピピってなってるけど全然映ってないっていうな、うんうんうん、あるよ。でもう一回押さなあかんで、ミスって2曲連続同じの入れてまうとかな、あるやろそれ。それめっちゃあるやん。誰また入れてんのってなるやん、同じ曲ですぐイントロ始まって演奏停止すぐ押すっていうな、うん、恥ずかしいやつや。あれ履歴見たら、うん、2時間ぐらいきついグループおるアニソンしか入ってない。履歴はでも見るな、まず入って履歴見るわ。なんかそっからでも曲選んですることもあるしな、何歌おうって迷ったら。同世代やん、あれ行こうぜっつって、うん、90年代 J-POP メドレー、うん、1曲目からまあまあ分かるこれ何あるな、あるな、これアーティストは分かるけどこの曲はもう知らんわみたいな、あるわ。女の人の曲とかな入ってたりするから、うんうん、出さへんなお前あれはあのエコーとか音量調節するときにちょうどですよって、あのここいいですよってシール貼ってる、赤のシール貼ってる。え、知らん、貼ってますやんね機材やのに、なんで他のとこ調節するのかな思うねん。ちょうどここがいいですよっておすすめのな音の音量があんねん、多分店の貼ってない。あ、それやったら先輩と女の子とカラオケで楽しく歌ってて、うん、もうほんまにもう女の子とええ雰囲気だったら、さっき帰ってええでって言って、うん、ほんまに帰るやつおるどういうこと。飲んでて飲んでて、うん、カラオケ館で、うんうん、ええ感じになったら、うん、それ空気読んでってことじゃないの。いや、てかほんまに帰るやん。それ空気読んでくれてんねんろ、後輩が。後輩ってか、まあ、俺からしたらそいつは同期やねんけど、うん、誰のこと言うてんの。それだから野村とその女の子がいい感じになるように言ってくれたんちゃう。いや、そういうんじゃなかった。そんなんしてんの、ほんで。ほぉ、そんなんしてんのカラオケで。俺はそんなんしてるよ。え、お前そんなんしたことない。俺はない。へぇちょっとなんかどっちも傷ついたなこれ、なんか分からんけど。へぇうーん機材いじる人に限ってそんなにめっちゃ歌うまいこともないっていうのがあるけどな。なんか率先して触ってる人ほどうまくない、うまい人ほど触らんから逆に言うと、うん、あ、雪モノマネする女の子はほんまにない。もう今世代的におらんけど、俺らがさ、うん、もうちょっとそのカラオケで飲む、うんうんうん、出た時代ってまださ、うんうん、おったやん、うん、もうええって。浜崎あゆみとかはいいねんな、別にモノマネがちょっと入ってても。倖田來未とかはユキさんをモノマネするのがってことだ。いやそんなん言い出したらいっぱいおるね。だから癖のある女性歌手の時に、うん、なんかもう死に入ってるやん、もう言ってもそうなんのってな。うん、あとずっと言ってるけど、スワローテールをさらっと入れる女の人がすごい好き。中島みゆき、中島、誰のやつやったっけ。スワローテールって何、何誰のでしたっけ。言ってた名前、誰のでしたっけ。あとね、無視すんなや、答えてくれや、モヤモヤが残んねん。言ってたわ、確かに。誰の歌やったっけ、っ調べるわ、後でなあ。あれやったっけ、スワローテールって誰でしたっけ。ミッシェルガンエレファントを歌うときは、うん、あの2テンポ上げる。えほらライブ版っていつも早いやん、うん、あの人ら CD を。知らん分からん俺は。そうなん、アップテンポで歌いはんの。ミッシェルガンエレファントが好きな人は絶対にちょっと上げる。ええー、リリ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 リって。ああ最初イントロがな、最初ゆっくりグーって上がっていく。確かにそうやな、半を上げたり半を下げるの、その始まりながら変わっていくもんね、音も途中で上げ変えると。それでも知らん、ミスチルガンエレファント歌わへんから。お前何歌うの。俺ミスチルとか小袋とかやな。もうほんまあまあベタやな何か鼻で笑うなよ。ええやん全然歌うな。祇園の桜井さんとカラオケ行ってほんまにミスチルに関する曲しか入れへんから弾くめっちゃ好きやからな。ほんで俺さ、桜井さんの前でミスチル歌うのは緊張する。
なぜかというと2番以降の節ちょっとちゃうとことか、1番と音程ちゃうとことかを気にしはるから多分、あーって思うやんか、多分違うなって思うから緊張するわ。完璧に歌えなあかんからコンパで、コンパで、女の子が、もう今おらんかな、 AKB 入れて、踊り振り付きで、やる、男それ見て、ああええやんかって言うけど、ほんまにええとは思ってない、おおええやん、ええやんかって言うけど、いやいや別にそのグッとは来てない、そんなそうやね、そんなおーっとはないけど、まあええやんって楽しいやんとは思うで。乗れるやんこっちも、それこそタンバリンで一緒に合いの手やったりさしてあげれるやん、ノリのええなとは思うけどな。恥ずかしい時もあるけどな、完璧に踊られすぎると逆に、そんなとこまで忠実にやるっていうあるな。確かに恥ずいなあれ、なんか踊るノリになる、モームスとかもな。残酷な天使のテーゼ、エヴァンゲリオン、エヴァン、を本気で歌ってる声がどこからともなく聞こえてくる。他の部屋からね。でも確かにその他の部屋から聞こえてくる歌ランキングで言うたらその歌は結構上位かもしれんな。何曲かあるもんな。オレンジレンジもよく聞こえんねんな俺は。上海ハニーがよく聞こえてくるイメージがある俺は。女の子は化粧のタイミングでトイレ行くけど、男は誰か一人ドリンク取りに行って帰ってきたやつが、あの部屋のカップル怪しかったぞって言って全員それ見に行く。マジで見に行く。細いなガラスのとこからチラッと。あれはしてたぞ。チラッと見るな。確かに。あれは絶対しておかしい。いやしてないよ。してないよ。ただうちが歌ってるだけやねんけどな。なんかこう、いい感じやなってところ見るな。トイレ行くタイミング難しいよな。3人で歌ってて1人が歌っ3人で行って1人が歌ってる、1人トイレ行って自分も行きたいけど行かれへんっていうな。1人残してあげるのやっぱかわいそうだもん。あるけどな、それ空気読まんと行く後輩とかも。誰かが解禁するまで洋楽入れられへん。俺は洋楽歌えへんからな。それは解禁する側なん、人による、一緒に。歌い慣れてる人やったら、できる人やったら、ふざけたあれしかいかんようになったら、そんなカラオケ行こうかってならへんもんな今。みんなトイレ帰った時ほんま寂しいよな。そんなパッションの歌しか歌えてないよっていうことな。聴きたくないからってこと、まあ、そのトイレ行くタイミングあるけどさ、めっちゃ恥ずいよなあれ、人になったら急に。あれカラオケのジントニック、2杯目以降エラ濃い。そうなん、そうなん、う安いな、なんかも店によるでしょう。いやでもウーロンハイとかもすぐここなんだよ。だからなんでそんな、だからあれよな、その何回も行かなあかんからな、店員さんもさ大変やんな、飲み放題やったら。もう濃いめのいっぱい入れといたらええねんってなるやろな。酔うしね、なんか次の日残るね、カラオケのお酒は。電気な、電気、ちょっと照明な、ゆっくり、そう、だからゆっくりできるとこはええけど、もう2段階しかないとこもあるな、パチンパチンしかないところ、あれ嫌やわ、やっぱりゆっくりしたいもん、徐々にな、徐々に。そのそんなでも男同士で行って薄暗くすることはある。何が痛いね、大きい声出して痛さないやろ、なんか。いやいや、あるやん、男でもさ、なんかそのちょっと恥ずかしいやんか、全然ちょっと恥ずかしい時あるやん、そのちょっと暗くしたいなっていう、ないあるで、やっぱりその調節したい。2段階いきなり真っ暗はちょっとありやんしな。ほんまに小指と薬指マイク挟む人の理屈が分からへん、分からん、マジで分からん。おるやん、芸人でもいっぱいおるやん、そう歌う時やろ、ここな、これ挟むな、これたまにおるな、これなんなん、これ誰なん、どういうつもりなん、誰を見たん、
いや歌手やったらまだ分かる、なんかパフォーマンスとしてな、歌手としてさんな、うん、違う歌手やったらアーティストやったらこういう歌い方っていう売り方とかやったらな、カラオケでお父さんやる、お父さん違うわ、お父さん全然知らんおじさんや、全然知らんおじさんが後ろ通っただけで見てた、お父さん来たやないの、びっくりするのやめてくれや、まあそんな程度ですかね、これぐらい結構出ましたよ、ほんまか、結構出たかこれ、いやいや結構バーッ出した、ね、カラオケあるあるやで、うん、全部か、ま、もっと細かいとこ、カラオケあるあるの全てを出したと言い切れるか、全てとは言ってないけども、細かいところ、照明、椅子、椅子動かせるとこもあるな、なんかちょっと、もうだから、うん、とこもあるはもうちゃうやんいやなんかその辺からあるかな思ってな、でっかいモニターのとこもあるしな、なんかショーというかお立ち台あるとこもあるよな、スタンド、そんな行ったことないよな、大きいパーティールームみたいなやつか、一人カラオケ専用のとこもあるのか今、あ逆にね、なるほどな、行ったことはないけど、だから結構出たんちゃう、はあ、いいですかじゃあ、うん、今まで出したところでは、まあ、これが一番良かったんじゃないかというカラオケの A ラインあるあるを、じゃあ最後に議長の野村君に発表してもらいましょう、お願いします、はい、決議会の議長ですから一応、あ、ほんまですか、はい、お願いします、わかりました、うん、カラオケの A ラインあるあるは、わざわざフリータイムでしか入らへんような時間にトイレでずっと入ってるやつ、何しにカラオケ来てんって思う呼びやんか、酔いやすいとこな、いやもうほんまに分からへん、なんの帰れよ一軒目でって思う、まあまあでもみんなで行って付き合いとかあってお酒飲んであるやん、その俺若かった時さ、誰か潰れてさ、あるあら全然帰ってこへんやんみたいな、あるあるある、カラオケのトイレなんか一番汚いやん、そうやねん、関係ないグループでな、入ってうわ入ってる人おるわってなんもんな、うん、あにどこの兄ちゃん大丈夫かなっていう、あい女の子とかもな、かみたいな、階段で座ってる子とかな、なあ、うん、手すり持たれて、カラオケでなんであんなことなんねやろうな、帰られへんねやろ、いろいろ事情があって、そういうことは終電なくしている人が多いから、カラオケは、うん、朝までおらなあかんねん、そういうことですよ、ということで今日の AI ラインあるあるは何でした、え今日はお今言うたとこやろ嘘やろ、フリータイムで入ってんのにトイレの中で入ってる、だからレインボーに限ってのことやけども、メロンソーダを入れてからソフトクリームを入れてクリームソーダって喜んでるやつ、それ言うてなかったよ、レインボーのアイスあることは言ってたけどな、はい、そちらでございます、このコーナーはですね、インターネットストーリーミングでもお聞きいただきますので、今日の夜11時に更新されますイエス FM のホームページからアクセスしてください、以上 A ラインあるある決議会でした、それではここで一曲聴いてください、北谷ひろしで We Go、 オンストメッセージ、ハンターハンターの話えってな、メテロの息子とかビヨンドとか今言ってたよな、そんな言ってへん、言ってたよ、怒りすぎや、いきますよ、オンスメッセージ、いきいきますね、怒りすぎや、今日のテーマは怒りすぎや、お前や怒ってんの、どうしたもんじゃろうのです、どうしたもんじゃ、さあ行きましょう、大阪市ラジオネーム、少な何が何がやねんな、じゃあ厳選してるから、厳選しまして、なるほど、うん、大阪市ラジオネーム青いパンパースさんからいただきました、野村さん、コーンさん、こんにちは、うん、遅くなりましたが野村さん、お誕生日おめでとうございます、遅いなんか言うてる、遅くなりましたが、遅いね、遅くなりましたがって言うてるやんか、ありがとう、そうありがとうでいいんですよ、オンストメッセージのテーマですが、私は3歳から10年間水泳を習っていて肩幅が広いです、そのためおしゃれな服を着ても似合いません、どうしたもんじゃろの、 PS 漫才単独面白かったです、コント単独も楽しみにしていますと、うん、この間ね終わりまして漫才は、コントもすぐありますからね24日に、うん、
肩幅が広い。水泳やってるのは広なんのかな。俺もずっとやってたけどな。それ言うけどどうなんやろ、うん、そうやねん。因果関係は、まあ、筋肉がついていくけど骨格もそういう風にガタイがでかなっていくんかな。なあ、それ3歳から10年間ってことはさ、まあもう13歳からはやめてるわけやんか、うん、そっからしばらく経ってたら筋肉が落ちていくやん、うん、で骨格がもうそのままでかなるってこと。水泳やってたら、まあ、ちっちゃい頃からやったらそうなんのかな。子供には刺したりたいけどな水泳、うん、あの水泳俺ずっとやってたけど、なんでなん、いや、なんで何回もやん、どう思われたの、なんなんその水泳、河野さん水泳やってたなっていう。結構やってたからな俺も。何にも活かしてへんわ。全部泳げんねん、でも4種類、うん、バタフライもできるし、うん、平泳ぎも、4種類の説明はいいの、それ分かってんの大人やから。泳げる、泳がれへん、全くじゃないの。でも必ずじゃないの、うん、なんでなら子供になんでそれを習わしたいの。子供、なんか竹内さんが言うてはった、あの子供いろいろ習い事ね、今英会話とかスイミング行かしてて、やっぱ子供のそういう水難事故とか多いらしくて、ね、怖いから、あいざという時に役立つんかな。もうそれ聞いた時に、ああなるほどなと思って、なんちゅう人がなんて考えてるんやろほんまやね、こんな破天荒な人が。ちょっとやっぱり親ですよ、そこは考えるんや。それこそよ、ビッグエコーでプルプルなった竹内さんを、いやそうやな、送ってたからすごいなと思って、親になるって、うん、水泳な関係あるんかな。でももしかしたら、いやまあでも気にせん方がいいっすけどね。まあまあね、うんうん、ただまあ広い方がいいっすよ、女の人、広ければ広いほどいいっすよそれはどうやろうな。あ、やば、いやいや、別にそれ否定してるわけじゃないけど、広ければ広いほどっていうのはなんか言い過ぎかなと思うね。ほんまにほんまじゃないやろ、ほんまに。めっちゃでかくていいってこと、ほんまにもうすっごいでかいんで、2倍ぐらい、うん、人の普通の人の2倍ぐらい、うん、あってほしい嘘つけでもおらんもんな、おらんよそんなでかい人。いやいや、それさすがに。まあまあでもほんま気にしないでね、うん、全然大丈夫だと思いますよ。じゃあ続いて徳島県ラジオネームだんだんだるまさんからいただきました。野村さん、河野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。私は最近の子供の名前にどうしたもんじゃろうのと思います。私のいとこが小学生なのですが、話を聞いていると漢字が難しかったり読み方が変わっていたりと、珍しい名前の子が何人もいてびっくりしました。うん、何きっかけなの、これ。なんで流行ったの、キラキラネームみたいなやつやろな。何できっかけ、ほんまやな、絶対嫌やわ。まあ自分の子供には、まあ、でもなんかそれ俺最初見たの、なんかその悪魔くんっていう名前つけようとして申請通らんかったみたいなニュースがあって、なんかその辺からじゃない、キラキラネームっていう俺知ったの多分それやと思うねんけどな。なんかそんなのがあった気がする。昔未成年の主張であったけどな。何、あの今こういう名前やけど、実は僕がもし女の子やったら、うん、うちのお母さんがつけようと思ってた名前が、うん、あのハローキティが好きだから、うん、鬼にミカドと書いて、うん、オカキティ、うん、放送族かー、学校行こうのね、未成年の主張、学校の上から叫ぶやつや、あれは見た、懐かしいな、うん、ちゃんと覚えてるか鮮明に覚えてんねや、うん、面白いけどな、確かに。まあまあ流行ってるから今の方多いんやろな、こういう名前つける人が。これがだから世に出てきた時怖いよな。世に出てるよ。いやだからもっとやん、大きくなって、社会に出てきて、あそこと仕事せなあかん時にさ、うん、例えば、芸人で落とし込んでも、うん、いやこれあの芸名じゃなくてこれ本名で下の名前でコンビでやらせてもらってもいいですよっていうやつがめっちゃ増えてる。そうな、読み方分からへんけど、お前がなんかその時にやったら多分偉そうに MC で偉そうに回すでー言うて出てきたら全員、いやそれそれきついわ、それはほんまやな、確かにな、パッと見ても変わってもだね、あれマキシとかもな変わってるもんね名前、確かに今までいなかったもんな。からしれんこんの空もそう、そうか、下の名前が空やもんな、確かそういう人たちがどんどん入ってくるから大変やな、名前覚えんのも。続いて京都府ラジオネームマニアさんからいただきました。野村さん、河野さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。なぜか私が出かけようとする日に大雨に遭うことがめっちゃあるんです、うん、雨女すぎてどうしたもんじゃろのと思っています、うんうん、雨女雨男、
でも多分どっちかそうやな、プリマダンナは多分お前俺かな。よくね単独ライブしてもその前、結構前ですけども2回連続で台風が来たりとか、まあ、この間の単独もギリギリ大丈夫だったけど朝雨降ってたりとか、結構単独の日雨多いね。絶対お前俺かな。なんでなんでそれ俺やと思う。別にだってずっと一緒にいるから、まあ、ロケ行っても雨の時もあったけど、うん、絶対お前なんでやねん。ちゃうやん、そこに確信はないやん。絶対お前確信はない。え、じゃあ何、じゃあ野村が一人の仕事の時は毎回晴れてんの。もうピーカン。ほんまか。カンカンデリ。ほんま俺もカンカン。なんでお前怒ってんねんな。おかしいやん。でどっちかやと思うで、これはほんまに雨男やわ。どっちかは絶対に多いなって思ってたもん。お前やって。トークライブの日も雨やったんちゃうかな。お前やって。わからんやん。絶対やん。だってだから言ってる、一人の時は分かれへんやろって言ってんだよ。絶対お前。俺だって一人でじゃあ今日休みかどっか行こうと思ったら大体雨やもん。お前やほんなら。飛んでいって帰っていく感じやそれな。その笑い方。お前かほんならな。雨男やな。あんま実感ないけど、でもそうかな、雨多い気がする。ちょっとね、俺の心に反応してるような気がする。お天道様が、俺が悲しい時は雨だった。俺がハッピーな日は晴れてる。何それ。ほんまにそんなことないの。今日はほんなら晴れてるからハッピーってこと。俺の中の、うん、そう、大竹しのぶさんがメインでスイッチ押してる時は、うん、あ、悲しみな。ちょっとわからんかった。いい悲しみって何。うわ、インサイドヘッド見てへんの。見てない。アクション。あれ声やってはんの、吹き替えで。アクション吹き替えやな。インサイドヘッドあれアニメやもんな。ショー。インサイドヘッド見てなくてこんな言われる。めちゃめちゃええ。ええの。めっちゃ俺もゲロ泣きしたから夜中。あ、そう。大竹夜中って、夜中でもう DVD 出てんの。違う違う、俺はたまたま撮ってて。ああ夜中タイミング。あ、テレビやってたやん。めっちゃええで、大竹しのぶさんの感じ。あ、そうなの。ごめんなさい。ちょっとあの悲しみが悲しいから。すごい。あと佐藤二朗さん。いや、ええわもうインサイドヘッドの話。あと友蔵かな。友蔵も教えてくれんからお前。そう、教えてくれんからもうええわ。ということで今日はですね、どうしたもんじゃろうのというのを紹介しました。以上、オンストメッセージでした。それではここで1曲聴いてください。クリープハイプで社会の窓。イベントインフォメーション。さあ、ここから本日吉本漫才劇場で行われるイベント情報をお伝えします。はい、今日は4月19日火曜日、吉本漫才劇場で行われるイベントは吉本プラチナ5 9発目ライブです。出演はアイロンヘッド、ダブルアート、バンビーノ、ミキーで2トライブですかね。はい、5はね。会場は18時45分、開演は19時、当日券は1800円です。皆様どしどしお越しください。さあ、そしてこの時間にもゲストの方が来てくれております。野村くんお願いします。トットの小原さん、多田さんです。お願いします。こんばんは、多田です。小原です。お願いします。ありがとうございます。久しぶりやな、ちょっと。お前やね。ちょっと多いですね。いや、多ないよ、久しぶりよ。いや、トータルがね、通算が多い。いや、久しぶりっていうほど空いてないんですよ。2ヶ月。いや、普通のゲストさんからしたらね、毎週じゃないともう久しぶりやね。違う違う、久しぶりやね。みんな結構半年に1回とか多くても、うん、1回来たらほぼ違う人なんですよ、大体。うん、2ヶ月ぶりでしょ。2ヶ月ぶりぐらい違うかな。いや、もう多いんです。それまでも毎月来てたし。あ、来てた来てた。はい、どうしようか。もう一緒にやろうか。違う違う、いやいや、やらへんやらへん。プリーマー。いや、まあね、まあねじゃないよ。プリーマー乗っ取られるね。トットのオンストみたいな。いやいや、2組でやらないですよ。もうパンパンになりますね、ここにゲストさらに来たら。もしかなんかあのさらっとあのプリーマーのオンストットみたいな感じ。変な潜り込む、変なとこにトットが入ってる。潜り込む。オンストに寄生しますね。毎日おるやん、ほんなら。他の人の時も謎の隙間に入る。ちょっと多いな。今さらなんですけど、トットさんってもともとね、コンビ名違うかったですか。うん、マスキーボイスさん、うん、でしたね。僕らってやっぱそのイメージが強くて、まあ、出たての時のね、感じが。で、まあ、あのトットさんに、うん、どっからの
ありがとう、ありがとうな。トットというコンビ名の由来。これはターちゃんがね決めた。初めて会ったみたいな感じのやな。これでトットさん資料いただいてるんですけど、トットさんってなんでなんですかって、ようあるやつやんな。こんなに来てるのに。いや、ターさん決めたんですか。いや、決めたというか、はい、その、じゃあ一回解散してるから、はいはい、で再結成しました。ほんでベースにオーディションの用紙を出さなあかんやん、はい、でコンビ名もまだどうするみたいな感じで、はよ出さなあかんわみたいなって、なんかその結成した日かな、はい、そのをネットで調べたら「徹子の部屋」の開局記念日やって。ほうほうほう。ほんで黒柳徹子さんのあだ名のトットちゃんから、トットメーカー言って、窓際のトットちゃん、そう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 、勝手にね、そうそうそう、いただいてる状態、そう、なるほど、解釈して。でもその時ね、なんかメールでタラちゃんがこん中から選んでっていうあったんですよ。あ、リストが。そうそうそう、はい、それはなんかトットチャックみたいな、トットチャック、チャックトットみたいなのがあって、うん、で俺選んだら、いやそれ違うんちゃうみたいな、ほうほう、で揉めて、後にこいつはトットにして、そこにトットはなかったね。いや、あったあったあった、あるある、絶対にあんねん。ええ、あ、ちゃうわ、トットだけはなかったの、ちょっとはっきり覚えてないけど、ね、なんかそのトットちゃん以外に選んでって言うたから選んだのに、ね、それを俺選んだやつもちゃおうやろって言って最終候補にないやつ言うてきて、やっぱ何やねんって。ラムが中にトットチャックというのはあったけど、トットだけはなかったんですね。なんか黒柳徹子さんのあだ名が何個かあったんよ。あ、トットちゃんだけじゃなくて、そのトットチャックとかなんかその他にもあったんよ。どうしてもそれでは行きたかったですね。もうどうしたらいいか分からない。リストに上がってるのは全部黒柳徹子さんのあだ名の、うん、そう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 、がそんなにいっぱいあるんです。何個か、3つ4つぐらいあったんよ。それはまあ有名なんで言ったらトットちゃんやけど、はい、なんていうの、ちっちゃい頃に呼ばれたあだ名とか、うん、なんかそんなんもいろいろあって、はははでやって、なんか揉めたから、ははなんかもうトットでええわっつって、もう勝手に出したんです。出した出した、もうその日出さないといけないから、エントリーするには。そうそうそう、はは、うん、俺はそのエントリーシートで死んで、はい、自分のコンビ名を、うん、トットって言うんやこれ俺らやと、うん、こいつは教えてくれへんかったから。自分で勝手に決めてた。そんなことない。なんかもう、ね、もうええわ思って、何でもええわ思って、そのイライラするやん、やっぱり。それ揉めるぐらいでもパッて出したらええみたいな。いやいや、強引ですね、だいぶ。桑原さんは何でもよかった。俺はなんかかっこいいのが良かったよ。かっこいいの。うん、まあ元々のハスキーボイスもちょっと言うたらかっこいい方ちゃう。それはまあ友達のバンド名やって、それがもう解散してやってなかったからっていうので、その高校の同級生やったから、それをもらう発想がちょっとかっこいいありますよね。バンド名をもらうっていうのはね、バンド名、あとまあ俺が声低いからハスキーではないですけどね。うん、そう、まあでもちょっとそう、もうそう言うとか終わってんじゃん。もうそうで終わってんじゃん。何がですか。いや、ハスキーによって重低ボイスとかやって分かりますけど、ハスキーではないんで、ね、うん、そう、はい、でもそうで終わんねん、もう次ないねん。それがね、でも今日はまあラジオで申し訳ないんですけどね、はい、私のこのファッション、はい、うん、ちょっと今アディダスジャージをね、そうですね、上下のセットアップで、セットアップはこれすごいな、うん、これね、まあ、新学期新たなファッションをね、はい、アレンジしようとしてる人に言いたいんですけど、はいはい、この新たなファッションを着た時に否定するやつを、はい、と友達になってダメです。排除してください。なるほど、冒険、こっちは冒険者やってんねんから、認めてくれる人と仲間になれと。うちの相方のタラちゃんがね、そのちゃうんちゃう、そのジャージみたいな、あれ、いや、そのな、ね、いや、そのイーブ、じゃジャージ自体はすごいかっこええなと思うねんけど、はい、だ、桑原の感じかっていうのは、あ、雰囲気に合ってんのかどうなんか、ちゃうんちゃうかと、これ言ってきたよ。なんか、なるほど、ね、濃くないやんっていうところ、濃くないやん、はい、うん、でもやっぱ今日ね、野村もせいし、河野もね、はい、今日後輩、はい、いっぱいいたんですけど、はい、みんなかっこいいっすね、はい、いいっすねって言ってくれるんですよ、はい、こいつはただは否定してきた、はい、それはお前の感じじゃない。でも俺は自分の桑原っていう殻を破りたいっていうのもあった、うん、新たな分野、今までの桑原じゃない、そう、うん、新たな桑原、はい、そのチャレンジ精神を否定する、はい、こういうやつはね、はい、クソなんですよ。どういう気持ちで聞いたんや。めちゃくちゃ言われてたからさ。やっぱそれでか、それで入ってきて野村がちょっと褒めただけでめっちゃ笑ってましたもん。いや、ほんでそのちょっと褒めただけで、ほんでさ、今はもう普通の、いや、かっこいい、ほんまかっこいい、嫌な予感はしてたわ。もう野村が食いついた瞬間、やっべって思ってたもん。やっぱ言われんやろうなと思ってた。やっぱいつまでもおしゃれと思ってんの、お前は自分のこと、まあ、年いってね、はいはい、おしゃれも分からんようになってんのに、自分はずっとおしゃれ思い込んでんねん。だから気づいてない。まあまあまあ、川さん確かにおしゃれ人というか、そう、まあ、分かりますよ。そうなんです。これまではね、うん、これまでは、これまではやっぱちゃんと小じわ増えてきて、やめろ、今服の話やろ。シワはもう年齢やからどうしようもないねん。それは言うな、もう。もう3年ぐらい服買ってないとか言い出して、4年5年買うてへんわ。そうでしょ。ほんで、そうでね。でもね、買いに行ったらや、
そう、まあ、俺が本気出したらすごいみたいな、はい、それはもう今までずっとサボってたからね。聞いて、で俺ずっと聞いてたやろ。本気出したらすごいみたいな言うてね、はい、言うてね、で服買いに行ったんですよ、はい、服買ってきたら、はい、結構おしゃれなやつやった、まあいいっす、まあ、なかなかすごいやるなと思ったら、うん、その先輩のクロスバー直撃の渡辺さん、うん、はいはい、おしゃれな人についてきてもらって、ね、あ、それ違う、全部いいよ、全部聞いて買ってんのよ、教えてもらって、そうや、矢野にこれを見て何て言ったんですか、お前っぽくない、これはわかんない。お前だってもらいもんやん、自分で選んだわけちゃうやん、自分で選んでたら別やで。でもお父さん、昨日4年前に買った革靴履いてあって、もうわかんねえで、そこ見たら釘見えてましたよ。もうわかんない、履き潰してん、ほんまにあかんやん、4年も履いた革靴で靴ずれしたもん。そんなことないやろ、履き潰しすぎですよ。履き潰してあかんと思う。でも全然これはいいですけどね、やっぱかっこいいなって思い出して、流行のね、はい、名前あえてこのトラックジャージとかね、アディダスの感じとちょっとこの学生っぽいね、スタンスみたいな合わせて、そうアディダスで、ありがとうな、アディダスで爆買いしとる、こんなもんも、アディダスで爆買いしてる、上下アディダス、靴もアディダス、アディダス爆買い、中国人やったら爆買い顔、爆買い顔、もうアディダス爆買いしとるね、こんなもんは。めちゃくちゃあれもこれも言うて、めちゃくちゃ言われますよ、元で払って無理ですよ、円ですよ、ここは言われて、元で払う、日本人で、大おかしい、すいません、元で行きます。日本語で言でっておかしいよ。何やもん。でそれ納得いかなかったそうですね、ちょっとね。私はね、うん、それを言いたいんです。私は本当にね、このすごい言うてくるから。そんな言わんでよくないと思う。やっぱ天然やねこいつは。何やねん。どんどん出てくる。はい、あの、はい、私あの京都テレビのねポジポジ卵っていう、はいはいはい、行かしてもらってるんですよ。月曜日ね。ほんでね、あの黒蜜をね、はい、あの1個プレゼントしてるんです。メッセージくれた人の中で ね、はいはい。そうなんですよ。はい、でそれを言うあのタイミングの前にもう15秒前あったんですね。で、あ、もう時間ないと。時間ないですよ、はい、っていう感じで、で15秒前ですという。あの紙をね、はい、あの見せてくれてはったんです、スタッフさんが、はい、だからタラちゃんがさあコロミツのプレゼントを、皆さんに15個プレゼントしたいと。多いって多いって、すごいやげ、すごいやげ、何十分やげんねん一気に。スタッフさん大慌て、違う違う違う、どうすんねん、自腹払えよ14個分は。違う、ちゃんと否定して、違う、タラちゃん一人な、一個一個みたいな。いや確かにこうその数字がパンって入ってきてね、そう一気に入ってきて、そのままちょっとパンってすり替わったんよ。甘すぎ。でもそれなんとなくね、田辺に逆に器用やなって言われた。そんな惑わされると、ね、そうあーと思ったけどな。そういうとこですね、面白いですねこれは。ミスがね。あとそれでここでちょっと告知もあるということなんですけども、はい、はい、ですね4月の29日、はい、金曜日ですね、NGK で、ネタで、はい、オールナイトフィーバー春田 NGK で朝までネタ満載スペシャルという、はい、23時開演のイベントがございます、うん、出演にギャロップさん、モンスターエンジンさんなどなどたくさんの芸人が朝まで漫才をバッと披露しますので、はい、ぜひお越しください、うん、で、昼出番争奪戦というのがねありまして、はい、そこにも言ったら若手漫才劇場に出てるメンバーが出て、うん、はい、1位を取れば NGK のヒエル出番、本出番に出ることができるというね、はい、我々も出ますからね、そうですから、うん、かかってますんで、はい、取りたい、取りたいです ね、 ね NGK 足したいからね、ぜひ皆さん、はい、で安いですね、マイルにも2500円で行きますんで、はい、ぜひ皆さん行ってください。他何か告知とかありますか、いいですか、はい、じゃあね4月23日に、はい、19時15分から道頓堀ザ・ザ・ポケッツでトットークというトークライブを、はい、行います。あとは5月の28日、はい、道頓堀ザ・ザ・ハウスで20時から、はい、キャットットちゃんという単独ライブを、はい、行います。キャットットちゃん、キャットットちゃん、キャットットちゃんとはどういう意味で、もうすごいハテナしか浮かんでない。どういう意味で、これを決めた、これを決めた、ハットなしにつけたコンビ名にすごい縛られてない。トットークはなんだろう、分からんですよ、すごいいい名前なと思う。キャットットは今までだから単独シュットットとかなんかにこうやっとったシュッとしてるみたいなことですか、シュットットは、まあまあまあ、はいはい、最後に動画を、そうそういうのね、もっと頑張ろうっていう意味でも、あ、もっとっとちゃんとか、ね、そういうの気持ちが伝わりますよ、はい、今回キャットット、今回キャットットちゃん、はい、猫ブームということでそれに乗っかります。遅い、ほんでちょっと遅いな。ほんでまだ撮ってへんけど、叶うならポスターは猫100匹円になって並べて、その間で2人で三角座りした写真を撮って、無理じゃん、猫100匹集めんの、無理でしょ、無理でしょ、無理やねんけど、もう周りに黒蜜5個でいいでしょ、やましいお前、15個で黒蜜15個で分からへんけないか、お前してください、もういや、そういうのありますから、皆さんチケットありますので、ぜひお願いいたします、キャットットちゃんよろしくお願いします、はい、というわけでございまして、この時間のゲストはトットのお二人でした。どうもありがとうございました。
さあ、お別れの時間が近づいてきました。今日お便りを送っていただいた方の中から3名の方にサイン入りステッカーをプレゼントします。まずは徳島県ラジオネームだんだんだるまさん、大阪市ラジオネーム青いパンパースさん、そして京都府ラジオネームマニアさん、以上3名の方にプレゼントします。この番組ではリスナーの皆さんからお便りを募集しております。来週のオンストメッセージのテーマは、この行動って私痛いですか、この行動って私痛いですかというような内容を送っていただきたいと思います。周りに分かってもらえんけど、そんな間違ってるかみたいな。そうですね、それでなんかちょっと怒られちゃったりとかして、腑に落ちないようなこととかも送ってきてください。お便りは来週4月の26日火曜日お昼の2時半まで、に送ってください。メールアドレスは onst@esfm.jp onst@esfm.jp プリマダンナのオンストまでお寄せください。お待ちしております。はい、エンディングでは引き続き何でかトットさんが残っております。何でか気温はね、変えたい変えるんですよ。出るんですよ、いいんですけどね。でね、ここから13日ですから全然いいですよ、ね、あ、そうだな、はい、別におるよな、おるおる、全然、あの、全然オープニングからおるで、俺ら全然エンディングは13日かな、それが怖い、エンディングそうなんですよ。ってことは、はい、毎週エンディングは来ても大丈夫、いや、違う、そういうことじゃないです。それね、違います。ベース吉本の時に後輩がやってたんですよ。そうや、先輩のラジオに、お前やね、お前後輩か、極悪連合さんが、そうですよ、あの時誰が来てもいいっていうシステムでしたから、そう、そこで先輩知ってもらう、仲良くなるきっかけ、違いますか、後輩やから、知ってるし、思いが立ってるし、田さんくらいじゃん、先輩、あの本線と、ああ、ポンポンタさんだけやわ、そうですよ、あの後輩、全然、全然、その恥とかないの、ないの、全然、恥ずかしくない、そういうことじゃない、いや、嫌ですよ、こっちが、どうとかじゃない、こっち、違う違う違う、こっちが嫌やねん、はっきり言うな、嫌やねん、こっちは、はっきり嫌って言うな、いや、そんなことないじゃないねん、言うてねん、嫌って、そんなはずがない、なんでお前もそっち側だ、お前もそっち側、おかしいから、最終的にこう3人でやることやめてください、僕、向かってください、今日のゲストはこうのっていう、違う違う違う、久しぶりやなって言うわ。ノットノットしてるから、どういうスケジュールでこれゲスト決まってるんですかね。ほんま、いや、それはほんまに分からへんな。そうやな、ほんま全然いいよ、なあ言うてん、野村に言うてん、絶対ちゃうやん、宇多田さんのに言うてんな、宇多田ちゃんに、いや、言いかけて、言いかけて、いや、言いかけてじゃない、俺の耳に届いてんねんから、無理やり首を野村の方に向けたけど、こっちにこう、スライスをスライドさせたんです、スライススライドさせたスライドさせたんです、全然いいよ、全然全然全然、優しくして気に入られるやつ、全然全然全然、優しくして気に入られるやつ、全然全然、口が出てるってことは仲間が深まってるってことだよ、何でも言うてなほうがいいことよ、明日のオンストはトットさんがお送りします。ごめんなさい、コマンダンテさんです。この番組はイエスシアター、サテライトスタジオからの公開生放送で、プリマダンナコント、プリマダンナ野村とトットタナトトット桑原がお送りしました。それではまた来週、さようなら、バイ。なあなあ、仕事も終わったし今日どうすんの？映画行くかエステ行くかで迷ってんねん。それよりもっとええとこあんで。ええー、どこどこ？ NGK やで。あのお笑いの？夜もやってんの？せやねん、夜もやってますねん。おんま、行こ行こ。NGK に来てもろてありがとさー。